はい、ジュライステークスということでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。まあ、こちら福島のね、日曜日のメイン競争リステッド競争です。あと 1700m 戦ということでね、しっかりと見ていきたいと思っております。まあ、このレース、基本的にはもうね、ダートの 1700m 戦ってことで、比較的ね、小回り2ターンのコースなんで、思ってたより距離持ってしまう、短めの距離で、走っていた馬たちにチャンスが出てくるという点で、長めの距離走っていた馬たちは人気しがちみたいな感じで考えているんですけどもね、こんな感じで見たいと思います。いつも通りね、5等ボックスですね。まずは3番のデュアライズ、想定5番人気です。昇級3戦目で走り頃かな、なんていう風なところで、前走ね、距離延長で大敗してますが、距離短縮のパターンで狙ってみたい馬。そして2番人気7番のニュートンテソーロ、昇級4戦目でそろそろですしね、この馬はね、逆に距離延長のパターン、こういうパターン中心に狙いたいですね。であと 1700m コースで狙っていきたいと思います。そして6番人気ですね、8番のデュードバン、休み明けの3戦目、走り頃かなというふうに思っています。海外遠征をして、そこでね、ちょっとそこから先どうかなみたいな感じで勝ちきれてないんですが、今1年経ってね、そろそろ復活部位というところまで狙っていきたいと思っています。そして13番ロジペルレスト、ネット競馬想定だと9番人気ですね。ダートの 1700m 戦でオープン入りを果たしました。エダテルへの乗り換わり、そして、この馬なんかはね、1007で勝ち上がってるし、普段は1002を使ってるっていう典型的なね、こういう距離延長の1007で狙うタイプですよね。エダテルもね、前回そういうオープンで穴開けてましたし、今回も忘れた頃のエダテルをという標語からすると忘れてないというかね、この間穴開けたばっかりなんですけども、一応入れておきたいと思います。そして15番、謙信公想定1番人気。大外でね、砂をかぶらずいけるのはいいですね。重賞2着の実績は、前々走重賞2着というところで、その前もね、実績ある馬ですけれども、その分ね、斤量差はあるんですが、実力の違いを見せてくれるかなというふうに思っています。以上ね、こんな形で、今回も狙っていきたいなというふうに思っています。そんなわけでね、こちら、3歳、2歳、3歳特別戦だったり、POG 地方重賞なんかも含めていろいろやってますので、ぜひね、チャンネル登録の方もこちらよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。